はいどうもジュリアスです。レスカブライン2やっていきましょう。今回もそういえばね、これから PS5 になったんで、ちょっとね違いがわかるかわからないんですけども、一応後方互換性っていう PS4 の時の状態で動いてはいるんですけど、一応稼働上は PS5 で動いてるような状況です。で、ロードアウトでプライマリーのね、スキルを手に入れたんで、疾風というね、通常攻撃が3発のやつに変わってます。倍ぐらい強くなってます。ということで、行ってきましょう。よし、行こう。よし、ジャンプを、コントローラーのね、割り当ても変更できるようになったのと、PS5 なんで、あのね、私のコントローラー潰れてんのが治ったんで、かなりやりやすくなったはず。まあハントレスの場合はね、オートエイムなんでそんなに変わらないですけどね、コマンドの場合は結構エイムがね難しかったんですけど、それが治ったんで余裕なんじゃなかろうかと。さーて、今回はウクレレとか、戦いの祭壇いきますか。ういいやー、やっぱ L1 ジャンプに慣れてしまってね便利っすわ、これは。おいでおいで、暴風の中へ。このね、3発打ちがやっぱ強いですね。通常だと1発150のやつを 150% のダメージなんですけど、3発でね、100を3発なんで 300% ということでね、単純に火力が倍になってるはずなんですよ。ないねー。おー、きなり。あれもう、まだだ。あら。いきなり刃かな？刃、攻撃受けた時になんか跳ね返りが起こるという。いやー、軽やか軽やか。まあもともとね、ディスコブレイン2自体処理落ちはね、相当ね、敵が出てくるステージ上がってないとないんですけど、快適ですね、今のところは。ああ、間違えた。もう強い、ハントレス。コマンドなんて使ってらんねえぜ。いで。レベル3にして一撃ですよ。さて、戦機動、トパーズ、持っとこうかな。まず防御力を固めましょうか。トパーズはね、バリアを張ってくれるから楽チンです。カナテコちゃん、ヘルスある敵にダメージ。スクラップがあるな、そこに。いたよー。さて、何を取ろうかな。戦機、ギャソリン。ギャソリンいいじゃない。カナテコプリンターか。まあそれほどカナテコ必要とまだしてないな。基本的にエリートとか
カナテコは確かヘルスが結構残ってる初撃にダメージが上がるっていう感じなんで、まあまあそんなにだな、ガン積みするほどのものでもないか。で結構前の知識でね、昔この動画を結構ね見てた時期があって、装備もね20個スタックできると思ったら装備それぞれにスタック数が決まってるみたいですね。例えばこの前一番最初の辺にやった探検注射器とかだと14個がマックスみたいで、まあ、それ以上スタックできなくなるのか効果がなくて数が上がっていくのかちょっと分かってないですけど、まあその辺もね試していければと思います。あ、間違えた。来た、注射器プリンター。ちょっといっぱい持ってくるよ。注射器プリンターは熱い。まあでも全部変えてもいいぐらいやな。注入液、敵を倒すとヘルフが永久に100まで増える。いいやんいいやん。でもねちょっと配信してなかったんですけど、結構ねステージ進んだ回は赤いやつ、今ノーマルと緑が出てますけど赤いのも出てくるんで、赤くて最後黄色かな、マックスはそれぞれアイテムにレア度があるんですけど、赤のね探検、赤色の探検、ちょっと名前は忘れたけど探検がねめちゃくちゃ強かった。もう拾った瞬間勝ちゲーみたいな感じあら、ないかな、探検さしたいな。1、2、3、4、4つ分か。おお、うわ、ゴールド弾だこれお金、お金を、まあよくいろんな課金ゲームでもあると思うけどね、ゴールド弾がやっぱ強いんですよね。威力は高いけどっていう、お金がなくなっていくと。まあもうボス戦の時だけだね、ボスの時はねお金余っても余ったら経験値になるだけなんで使っちゃえばいいんですけど。もうあそこにあるな、お金が。あ、その上登ってないな。おお、どの道、あれ探検通ろうとしたのにまあ帰れるからええか。ほいほい、よし、探検に全部買いに行こう。まだ序盤だからね、トパーズとかも変えちゃって全然大丈夫だ。硬いね。おお、このヘルスの回復が乗ってるのか。例えばいいね、ドローンちゃんも活躍だ。おい、行くぜ行くぜ、ガンガン行くぜ。全部行っちゃおうぜ。まあ、回復はね緑色のレア度のやつがあるからなんとかなるでしょう。これで全部だ。とりあえず5個積んだ。14個までねいけるからな。
さーて、ボス行きましょうか。シュトーン、タイターン。やっべえ、やっべえぞ。結構強いぞ、ストーンタイタン。なになに、何食べてんの。痛い、危ない危ない。金の力を見せてやるぜ。あれ、間違えた。金の力なんか使えなかったぞ、ちゃんと。あれ、お金が出ないぞ、なぜだ。なんだろう、お金のボタンが有効になってないな。ん、お金使い方がわからん。マニーだ。なんか最低金額とかあんのかな。あ、ちょ、なくなっていくのかな、なくなっていく。うん、お金の使い方ちょっと難しいな。それしか使っちゃダメなんだな。多分通常弾を撃ってたらお金が使えないんだ。はいはい。ただの壺やな。ドローンもいるから楽ちんだ。アイテムが少ないぜ。おお、クリティカルメガネ。うん、まだお金が足りなかった。マニー弾全然いらないなこれ。違うのに取ったら変えよう。さっき5つ進んでるからな、火力はなんとかなりそうだ。おお、メガネ 3D。 敵があんまり湧いてきませんね。おお、クリティカル入る。3本ともクリティカルなとか。強いぜ。移動速度か、まあいいんだけどって感じやな。ええねんけど。痛い。もうドローンが倒してくれる。おお、ゴアの本。ほほほほ。よーし、どんどんアイテム取りに行
150でかくなってきた。古いギロチン、ヘルスが低下したエリートモンスターを即死これはつい、エリート即死させんの、まあ、多分これもエリートかな。いや違う、エリートは緑色なのかな、ひょっとしたら。ヘルスが低下したら即死とか、めっちゃ強い。おお、吸血鬼与えると回復、いいね。向こうがボスか。一発必中やな。おお、飛ぶ飛ぶ。これかエリート、一瞬で溶けたぞ。おおほほほほほ、強いわアントレス、強いわ。コマンドとえらい違いやな。3D プリンターがあるぞ。戦機か、いや。3D プリンターもう一個あるね。回復し続ける、起動すると仲間に遅れる。あ、もうベタ好きなんやここに。え、めちゃくちゃいいやんこれ。ずっと回復してくれんのか。ヒーリングドローンね、ちょっと離れたりするからあれやけど。メガネだよ。おお、ほんまやな、回復してんな、ぼちぼち。これは攻撃による回復なのか、ひょっとして。まあ、あんまなさそうやな、あの 3D プリンターと。お、下にある、下に。なんかすげえ音してるよ。おう、探検、出血いいよ。音だけすげえぞ。ファイヤー投げてくる音か。鍵か、古びた。なんかね、宝箱はたまにあるんですよね、古びた宝箱は。それを開ける鍵ですね。まああんまいらない。ボス行っちゃおうか。これどのドローンに回復を送るとかできるんか。なるほどなるほど。なんか落ちてる、なんか拾った。まあ行っちゃいましょう。おお、ストーンタイタン。まず彼らを狩らなければ。おお、よし、落ち着いてきたか。やべえな、あのレーザーは危険なんだ。いて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 。なんだなんだなんだ、元気玉貯めてるぞ。おー、
回復シールドが、なんか元気玉飛んできてる。レーザーはダメ、レーザーはダメ、レーザーは危険。おらおらら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 、おらららららら。オッケー、余裕余裕。いや、俺と探検の力や。何が手に入ってんのやろな。ゴアの本やと思うねんけどな。おお、回復の場、回復の場、ネズミか。今回ノーマルより結構あれが出てるな。緑アイテムが。よし、行きましょう。まあまあいいペースかな。山の上登ろうか。これ山じゃないな。登ったところで何もないか。ん？これ乗れないの。痛い、痛い、死にそう。インプはダメだ、インプは危険、インプは危険。クマのプリンターか、いや違うな、シールドか。欲しい気もするけど探検が入ったらもったいないしな。インプがね結構怖いんですよね。インプにね一瞬で刈り取られたからな前に。おおほう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 、よきっと回復用ルナコイン手に入れた。登れない。上行きましょうか。ないね、ないね。いやでもヒーリングドローンの強化版これいいな。ガンナータレットがもう一個欲しいところやな。いいよいいよ。ないない、上上。なんだインプが追ってきてんのか。元はインプだったか。あーこれ制限時間のやつだ。よしよし、オッケーオッケー。バイソンちゃん、宝くれよ宝。これだ宝だ。おお、追加ジャンプか。これはシールドだな。痛い痛い痛い。
激しい攻撃するね。うわ、上に湧いてた。戦いの祭壇行きましょうか。お金は余ってるけどな、もはや。活力の機能、こうあんまり使わないな、ファントレスは。戦いじゃなかった、命の祭壇じゃないか。ゴールド、あ、なんかでっかいドローンあったな、起動してみたいな。となるともう一発、なんかいきなり増えたぞ。私の体力がなくなった瞬間来るなんて、現金のやつらだ。バイソンちゃんうるさいよ。回復しとくれ、回復しとくれ。そうだ、2段ジャンプだ。余裕っすね。お金はたまった、2000。でっかいドローンあるかな。この奥にあったな、この前は。何手に入れた、燃料電池。あ、何やったっけな、燃料電池って。これは上に飛ぶやつか。いらない、回復だけで十分だ。でもこれ味方にしか回復飛ばせないのかな、ひょっとして。自分を回復してくれてんのが結構怪しい。あ、でもこの爆発物ってあれか、ひょっとしてマグマワームが勝手に踏んで爆発してくれるんじゃなかろうか。なんだこれ。ああ、逆上か。いや、ちょっと今回はこっちを使ってみよう。戦いの祭壇だ。あれ、おお、ほほほほほほ、ウクレレが欲しいところ。バイソンまで来るなんて。ルナコインいただき。まあでもこれ特段 PS5 だから何っていうことはないですね。もうちょっとね、カオスなマップ行った時に処理落ちしないかどうかっていうぐらいかな。あとは、これも制限時間のやつか。おおほほほほほ、おおほほほほほほ、お、あそこにあるぞ。これくらいかな。よし、じゃあ行こうか、ボスのところへ。
あ、お、でかいのがあった。弾薬隊、敵を倒すとスキルクールダウンリセットする。弾薬箱を落とす。これだな、よく拾ってたのは。弾薬隊ウクレレと相性いいね、これ。ウクレレハントレスと、これがね強いから。よーし、行っちゃおう。なんだ、おお、クレイディーンストロイド。あ、手前にやりすぎた。こいつはね、なんか引力みたいなんで引きつけてくるからね、それに注意だな。火球は痛くないんだよ。あ、なんか2と2つ HP があんのか。おお、怖い。手前すぎた。痛いぞ、痛いぞ。おお、なんか2匹になってる。分離したのか、元から2匹なのか。でもそうするとこれが効くんだな。やばいやばい、逃げろ逃げろ。おお、もう間もなくだぞ。おお、ほい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 、ほい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 、やったぜ。おお、しかもウクレレ来た。勝った、これは勝った。ウクレレちゃんだぜ。勝ち申したぜ、これは。あ、あの上結構高いとこがあったな。行けたのか。